皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はるでした。いるかやる気となりましたね。正解できましたか。このようにマスの中に1文字入れて言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。文具インドとなりました。インドの人口は中国に次いで2番目に多いそうですよ。それでは次に行きましょう。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいでした。パイン大豆となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があると言われていますよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。うさぎお酒となりました。蒸留酒の始まりは錬金術師の実験だったそうですよ。当時は生命の水と呼んで薬として重宝していたそうです。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はらでした。ヒラメ、シラスとなりました。
どちらも美味しいお魚でしたね。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。テント、ハンコとなりました。制限時間内に正解できましたか。それでは次に行きましょう。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はのでした。木の葉、木の実となりましたね。どちらも木にまつわる言葉でした。それでは次に行きましょう。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はたでした。ボタン、畑となりました。昔は雑巾同様、使い古した手ぬぐいなどの古布を棒に取り付けて再利用していましたが、近年では見られなくなりましたね。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はラでした。ガラス、カラスとなりました。よく似た言葉でしたね。正解できましたか。最後の問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。桜、白馬となりました。最後の問題でしたが、正解できましたか。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。
終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していますので、ぜひご利用ください。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。